この二人付き合っているのに。マカダミアナッツ好き。え、ありがとうございます。ごめんなさい、崩れたかな。手もつなげない、キスもできない。ミラクルリブストーリー、映画アニタマ。ある日、兄の友達が家にやってきて。西野ソダです。奥、壁越しに聞こえた一言で。妹さん、可愛いな。意識しちゃう。なんか溝落ちのあたりがこそばい。壁越し、鈴抜けラブ。この人です。え、俺が今日好きになった人。俺ガンガン行きますから。三角関係勃発。今から俺の行きつけのドッグカフェに行ってこい。女の子の言葉にできないラブサインを決して見逃しちゃいけないのさ。あの違います。俺たち、ごめんなさい。七瀬さん、あいつのこと諦めんのかよ。七瀬さんが一生好きだ。生まれて初めての両思い。